井原ラ上がる井原ラるから1923年1月8日は、幕末勤労の死死、明治期の内務官僚。観戦島根県知事。通称、王女、森和。号、松、天遊、鉄飛。別名、岩上朱一郎。土佐国高岡郡、佐川村で、土佐藩があろう。深岡家臣、古沢南洋の長男として生まれる。 本家の岩上家を次岩上周一郎と改名したが、その後、曽祖,祖父の伊原家を再興し改正。竹市随山から憲法を学び、文久元年、土佐金納党に加盟した。上落し、尊皇上位運動に加わるが、金納党の極で、父、南洋、弟、古沢茂と共に投獄された。慶応三年末に釈放され、慶応四年。 伊予松山藩政党の深尾茂愛家老の下で、従軍。その後、土佐藩平の共闘などを務めた。明治3年東京で一等士官となる。以後、大阪賃代出資、司法省検事局勤務、元老院検証書機関、高知県検算事などを歴任し、1877年、初めに退官した。1877年8月、立志社のごに連座し、 1878年8月、金国10年の判決を受け、秋田監獄に収監された。1883年、特赦によって出国した。その後、再び関東につき、群馬県あずま郡庁、道北かんな郡庁、千葉県、香取郡庁、農商務所機関、沖縄県産次官、道所機関、山梨県所機関、熊本県所機関、新潟県所機関、三重県所機関、 広島県書記官などを歴任。1902年10月、島根県知事に就任。1904年11月、知事を休職となった。岩上昇に関するカテゴリー。ありがとうございます。